演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチラチラシャファンケルケール青汁の残る一つ1億分10食分のケール青汁大豆プラスを飲みたいと思います。とこちらが大豆の成分が入ってるところなので、しっかり覚えとけよって話ですか。大豆の成分、大豆イソフラボンとかが入ってるのかな。ただそれがどう違うのかっていうのは書いてないですね。なんとなく漠然と大豆が取れるって感じになってる。まあ飲んでみればわかるか。これ結構えぐいからな、気をつけないと。わあ、お水。えぐいからお水多めで。混ぜ終わりました。では飲んでみます。ああ、やっぱりすごい。お水多めにいただいて多少はまろやかになりましたが、やっぱり結構苦みがきますね。大豆が入っているのでも良くも悪くも味も変わらないので評価も同じこちらとさせていただきます。体には良さそうですけどね。それでは。なだれほど水浮かべるかこの雪山。雪が溶けても穴崩れてきても恐ろしいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分塩塩パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。